フェンダーベース V はフェンダーが1965年から1970年にかけて製造したエレクトリックベース。ベース V 世界初の5源ベースであり、これは他のレオフェンダーのアイディアと同様、当時は先進的なものであった。ベース V の特徴として、プレシジョンベースより3インチ長いにもかかわらず15フレットまでしかない。フェンダーの伝統的ボディデザインで高音側に、 シーゲンを追加している。当時はエレクトリックベース自体がまだ新しい楽器であり、伝統的手法は確立していなかった。ベース部位のサイズや形状等が理由で、ミュージシャンには受け入れられなかった。また、玄関の狭さが問題となった。結局、1970年に製造終了となるまでにわずかに約1000本しか製造されていない。 高音側に C 弦を追加するというアイディアは、ベース奏者が高フレットを使うことなく、高音を得ることを可能にするためのものである。ただし、最高音は E で、これは4弦のジャズベースやプレシジョンベースと変わらない。フェンダー社は後にロービー弦を追加した現在、主流となっている5弦ベースも発売している。ありがとうございます。